で、本当にそういう時代っていうのがね、ヒップホップ業界は黎明期というか、全然流行らない時期が長くてね、ノベルコアさんもそういう中でやってきたんだなというところもありますが、まあ、文化系トーク YouTube グランパンパースです。はい、実はね、とあるものがですね、届きまして、はい、こちらですね、はい、こちらを開封していきたいと思うんですけれども、はい、まあ、この配信というか動画上げるのがちょっと、届いた日じゃないかもしれませんがね、12月14日に届きましてね、フラゲですね。まあ、フラゲ、大体わかるかもしれませんが、開けてみますね。はい、じゃあ、早速、こちらの方で切っていきたいと思います。ここはミュートするかもしれません。はい、まずね、領収書ですね。こちらは個人事業主の方は大切な領収書でございます。はい、名前書いてあるんでね、見せません。はい、そして、じゃあ行きましょう。はい、こちらです。じゃん、見えるでしょうか。見えてますよね。ノベルコアさんの、CD ですね。CD がね、なんか、2日前ぐらいにね、完売したって話もあって、そもそも数量限定でちょっとね、少なかったっていうところもあるわけですよ。で、こちらの方がね、一応、早めの段階で、CD が発売するっていう情報があってから、まあ、その日のうちに撮りましたね。あ、そして、パレンタルアドビザリーって書いてありますね。こちらの方、皆さん、ヒップホップとかの CD をね、あんまり買ったことがない方は、あんまり見たことないかもしれませんが、というか、見えてますかね。まあ、パレンタルアドバイザリーかな、こちら、要するに、ちょっと過激な表現とかも含まれますので、歌詞の中に。なので、要するに、まあ、小さなお子様とかに、見せるとき、歌詞を見せたりとか、曲を聴かせるときにはお気をつけください的な、あるやつですね。まあ、ヒップホップ的なものの CD では、もう、おなじみのものでございます。そして、この黄色いジャケット、いいですね。黄色というのはね、中国ではね、まあ、皇帝の色ですからね。はい、私も黄色の色は大好きです。はい、そんな感じでございましてね。で、まずこちらの方もありますし、あとこちらにもねありますですね。はい、このアートも、直筆サイン入りザインでいいのかな、ミニ写真集ということで、こちらはあれかな、まあ特典ということだろうから見せるわけにいかないのかな。はい、でもこのジャケットというかね、この絵柄ですけど、すごいなんかアーティスティックというか、ノベルコアさんがね、ご自身の油絵がね、T シャツにされたりとかするぐらいに、絵の方もね、描ける人ということで、本当にアーティストだなって思いますけどもね。はい。じゃあこちらの方に開けていきたいと思います。はい。の前にまずこの、曲の他に、DVD ということで、ミュージックビデオが入ってるやつ。それから、ライブの URL という、URL じゃないの、ライブの映像も入ってて、ドキュメンタリームービーも入っております。はい。いや、最近のね、CD というのは、こういう風にたくさん特典がありますよね。スカイハイさんの CD もね、特典付きで買いましたし、もちろん BE:FIRST のやつも、特典 DVD 付きで買いましたと。こんなに CD を買うことがね、本当に最近なかった。最近というか、ここ1年以上なかったですからね。はい。そしてこの帯もね、いいですよね。CD を買うとこの帯がついてくる。これ皆さん、取っとく派でしょうか、捨てる派でしょうか。私は大体この CD のね、歌詞カードのところに挟んでおく派でございます。はい。そしてですね、CD の中身がこんな感じでございます。ね。うん。はい。で、CD があってからの裏側におそらくは DVD がありますね。この絵柄もアーティスティックですね。まあ、この、まあ要するに、ノベルコアさんの脳内を超えて描いているっていうことなので、なかなか考えようによっちゃちょっとグロテスクな感じのお話ではあるけども。まあでもヒップホップっぽいっていうかね、いわゆるロックやヒップホップのような、まあ要するに反発心、反骨心的なものを表すものの、CD アルバムとしては非常にいいんじゃないかなというふうに思います。はい。じゃあ早速こちらの方を見ていきましょう。ノベルコアっていうね、ロゴが入っておりまして、はい。アウターさんにはおなじみでございますね。で、歌詞カードですけど、おっとっと、はい。こちらスマプラムービー。最近よく入ってますね、これね。はい。そして、あ、グレートフール。グレートフールっていうとね、グレートフルデッドっていうバンドがいますけども、まだ活動してんのかな。まあなんか、非常に、そうですね。そっちを思い出しますけどもね。ジョジョの奇妙な冒険のスタンドでも出てきましたね。何部か忘れましたが。はい。そしてですね。
そうですね、プロデューサーの名前もマットキャブ&マッツとかね、ザ・ファーストをずっと見てればおなじみの人もいますし、そうですね、で、あれですね、オーラルシガレッツの、山中拓也さんがこのアグレートフールっていうね、曲を書いてくれたということでございまして、スカイハイさんのダイブトゥーワールド一緒に歌ってた人ですね。はい、オーラルシガレッツ。オーラルシガレッツとスカイハイさん本人もそんなに昔からの知り合いってわけじゃないみたいですが、でもなんか馬があったというかね、そんな感じで、でしかもね、スカイハイさんだけではなくて、このようにね、BMSG 長男でもあるノベルコアさんのところにも来てくれて非常にありがたいなというところでございます。で、話題になったこの Thanks All My Tears もありますしね。はい。で、歌詞の方もいろいろとありますけど、今ちょうどね、Thanks All My Tears の隣の9番、ピリオドっていう、歌詞の中に、これね、ラッパーだなって本当に思うんですけどね、ちょっとまだ曲を聴いていないので、歌詞を読む感じにしときますけども、思い出すあの頃はスタッフもファンもいない高円寺の高架下サイファー仲間と夜を明かすっていうね、サイファー仲間。まあ、ラッパーでね、まあ特にアンダーグラウンド味の人たちは、私もやったことありますけど、路上とかに夜に集まってエンジンを組んで、それでみんなでフリースタイルでラップをするっていうのをね、やるんすよ。で、本当にそういう時代っていうのがね、ヒップホップ業界は黎明期というか、全然流行らない時期が長くてね、うん、ノベルコアさんもそういう中でやってきたんだなというところもありますが、まあコアさんに関してはね、そんなに昔からラップやってたってわけじゃないみたいだけど、まあでも才能がねあったっていうことで、実際のキャリアとかじゃないですからね、才能というところっていうのが大事でね、まあ間違いないと思います。これピリオドってすごいっすね。ちょっとね、まあ読まないけれども、多分これノベルコアさんの本当の知り合いのことなんですよね。っていうか、もしかしたらBMSG スタッフだったりすんのかな。たくさん仲間がいる今の俺にはって書いてあるからね。いやー、そうだな。あ、スキットとかもあってね、うん、10曲入りではないですね。ボーナストラックがあるので14曲入りになりますね。はい。そっか、まあ14曲入りっていうのはここ最近の CD としては多めですよね。なんかね、 CD っていうものがそんなにこう、まあ売れなくなってきてから、昔はそれこそ20曲入りの CD とかあってね、それこそエミネムの昔の CD なんかも何曲入り、20曲以上入ってて77分とか普通にありましたけどね、最近そんな70分超えの CD なんかほぼほぼないっすよね。なんかダウンロードがね主流になっちゃって、それはそれで寂しい気もしますが、ただ正直70分超えの CD とか昔の段階でも聞くの結構大変だったからね、40分50分ぐらいでちょうどいいのかなっていうふうに思うことも最近はありますね。はい。そしてこちらの方も開けてまいりましょうか。ちょっと見せていいのかどうかちょっとわかんないんだけども、うん、まあ見せないでおこうかな、やっぱり。ね、ミニ写真集ということなんですけども、おー、ね、すげえな。こんなアーティスティックっていうか、なんだろうな、ヒップホップ味も感じるっていうか、ヒップホップ味しか感じないんだけど、アーティシズム感じるしね、アーティシズムファーストだなっていう風に思いますね。これはさすがにちょっと見せられないね。うん。いや、これはいいっすよ。非常に、うん。男だね。男のアートだね、これはね。うん。あ、でもね、男のアートと言ったけど、もちろん、エッチなもんじゃないですからね。すごく、だから、いわゆる、こう、ラッパー的な、うん。やつっすよ。ストリート出身みたいなことですよね。ちょうど今、ノベルコアさんがこっちをね、こう、ね、ちょっとヤンキー座りっぽい感じでね、見てるんですけどね。もうストリート出身ですよね。見てる、You just looking ってことですけど、ストリート出身、I'm just looking ってことですけどもね、っていきなり思いついたね。あ、このサングラス、俺もこういうの持ってるな。うん、っていうようなことも思ったりします。で、もうご存知の方もいらっしゃるでしょうし、ご存知ない方もいらっしゃると思うので、共有させていただきますけれども、1月22日土曜日、来年ですね、2022年1月22日土曜日、有観客単独ライブ、ノベルコア君の有観客単独ライブ、ア・グレイト・フール・バースデーライブというのが、川崎のクラブチッタで行われますということで、チケット情報、ゲスト出演者など、詳細は後日発表いたしますっていうことですので、はい。こちらの方、川崎クラブチッターなのでね、こちらの方は、行ける方はぜひっていう感じで、
私も応募すると思います、こちらね。ちったは、まあ、なんだろうな。まあ、以前ね、追わせていただいていた方がね、ここで、とあるアイドルグループ卒業後に声優になったんですが、それで一番最初にライブをしたのが、ちった、クラブちったでしたから、まあ、結構思い出としても多い方のライブハウスですね。うん。まあ、そんな感じで、今回はね、ノベルコアくんのアルバムの開封動画とさせていただきました。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。ではこの辺で失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパスでした。